さあさあさあ、やっていきましょうか。バイオ、おーふぴっちりお尻のスーツレスレーキャッツアイでやってみました。はい。こんな感じのお姉様もいかがでしょうか。ぴっちりちりちり。変わらんな。協力者この、あれなのかな、あの、なんか トップレス、なんて言ったらいいの、あの、その、まあ、あの、B を守るための、B を守るための、なんかやつは、ちゃんとくっついてるっていうところなんですかね。彼は優秀よ。はい、あれ安心して。倒したはずのはしごがなくなってる。どこ行ったんだろう。好きにしろ。おー。手を噛まれないよう注意することだ。ぴっちりーなー。これもうもろにスタイルが出てくるやつだもんね。はい。ということで、まあ今回このシーンのためだけにですね、登場していただきましたお姉様でございます。あ、連れてかれてる。ちょっとチラッと見えましたね。はい。今回もちゃんと衣装を変えております。ということですね。実は喋ってたの。お前サングラスどこやったんべや？レオン、ああ、考えは変わった。いいだか。諦めの悪いあなたに情報をあげる。はい、ください。あの子。漁師の間に連れて行かれた。ちょっと待って、あれ衣装変わってんぞ。元の衣装に戻ってるやん。おい、エイダ。エイダ。そうなんです。実はね、あの喋ってたのはこいつだったっていうね。最高だ。最高だよね。本当にね。R エンジンになるとこんな感じの顔になるんだね。ちょっとなんかイケオジだよね。ただの悪党って感じだったじゃないですか。なんかあのちゃんファイブとかに出てきてる時は。こんなに椅子もろいの？ちょっといい感じの服になっちゃってるしな、本当にな。まあいいだろう。ということで、カチョ。まあ、ということで、まあ、のんびりやっていきましょうや、今回もね。はい。あの、モッドと言いながらね、あの敵とかがね、そういうの入れ替えられたら面白かったなと思ったんですけど、残念ながらね、そこまでちょっとできなかったんでね。なんか、モッドが反応するのと反応しないのが差があるんだけど、同じあの、なんだっけ、ネクサスモッドっていうのは、あの、NEXUS モッドから、パクってきてるんですけど、パクってきてるかダウンロードしてるんですけど、なんかめっちゃ右向きたがるんだけど、え、なんかすげえ右向きたがるんだけど、このジョージさん、中田さん、すっごいなんかフン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 言ってる。よし、バッキューン。あ、ちょ拾わないでやっていくんだなんて、そんなあん、バッキューン。よし、オッケー、入ろう。でん。さあ、行こうか。この状態で、シュンってできたらいいんだけどな。ねえ、弾を避けたり。なんかあの、腕一本か、その指一本だな。うん。だって、悟空も指一本でさ、銃を止めたりしてたのに、銃じゃない、あの、剣を止めてたからね。やっぱり指一本でね、なんか止めるところを見てみたいよね。さあ、どうなる。ああ、やばい。さあ、銃を乱発すると、あの、ご乱心するゲームでございます。そういうゲームなんでございます。普通にパリーをしてくれなかった。ほっ。ああ、後ろから無理です。正面パリーをしないとダメだね、やっぱりね。カキーン。さすがジョージ。ジョージ。逃げろ。お首チョンパ。やばい。金玉が走ってくる。あ、なんでやねん。パリーが出てこなかった。まさかのパリーが出てこない。はい、飲んで、なんでやねん。こっちに逃げてーのー。こっちにもいる。ピア、歌い。グヘ。一匹目をしまれな。ちょっと待って、パリーを全然発動しないと。パリーって幻？マボパリ？ほら。わかった。頭、待って。なんか、もう思ってたのと違う。おー早い。さすが強固体。オッケー。そう、弾数で勝負するのでそんな卑怯なことはしないって言おうと思ったら単にやられたったもんな。うん、そうなんですよ。あの、そんなのにやられるわけがないって言って、こっちに切り替えようと思った瞬間にボッコボコにしばかれたっていうね。くす、え？用意ドン、たー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 って言っちゃうと。確かクラウザーはナイフ使うけど、そうだね。こっちはナイフ使ってる印象ないな。うん。
にしてもサイズがちょっとちっこいよね。あれレオンって何本だったっけ。身長178センチか80センチくらいだったっけ。ゴリスがなぜか184センチくらいまで身長が伸びてて、でウェスカーにだって183から90くらいまで伸びてるんだね。ウイルスのおかげなんだよね。いやこの当時が44歳、違うな、43歳、98年の時に38歳だったから48か、あ、じゃあ44かね。38たす6で44だね。うん、そっか、44でこの肉体だもんな。そしてこのいい感じのに見た目。俺もあと13年頑張らなあかんね。あらら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 こんなことやってるやつがあと13年とか言ってられっかってんで、バーロッキックショーもねっちゃっきー、さよなら。さあもう一匹来い。どこだ、あんなにいたのにどこに行っちゃったんだろうね。ね、あんなにたくさんいたのに目の前には現れる。おらら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 、鎧を打ったところで何のダメージもなんないしな。あちょ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 シュワーンって、あ、シュワーンって言ってるのこいつの音なのか。なんだ。シュワシュワ言ってるだけか。じゃあ開けよう。で、ほい。オッケー。じゃん。かわいい。あ、銃がないと思うじゃん。金塊ダイ。金塊ダイ。オッケー、パコン。ん？なんかどっかでシュー言ってる。あれもう一匹いたっけ？お、二匹じゃなかったっけ？まあ、あの、2匹増えようが、3匹増えようが、4匹増えようが、構わない。ですけど、いな。インコーイ！いな、インコー！じゃあ、こっち行こう。で、チラ。チラ？あれ？あれ？あー、あったあった。ほい。え、ここで？取るべき、あ、ん？これなんや？書物。これ、あれか？いや、違うな。こっちだもんね。こっち、あー、入ったとこすぐのあれか。じゃあ、これは別に普通に戻って、行けばよろしいでしょう。キャットウーマン vs. ウェルベットウェスク。あー。ラモンサラザールよ。ともしびよ。待って。こっちに特に、取れるものもないから、ここでも登れるようになったとって何の意味があるんだって話だね。降ります。降り方がシュールやったな、今。ヒューって落ちちゃった。で、こっちにだからなんか取れするやつがあるってことですね。ん？これも上？ん？この階なのか、これ。あれ？あれ？あ、違うな。ん？どういうこと、これ。上にあるってこと？あれ？上？この真上っつったらあれだよね。執事が、なんか、夜な夜な、エロ本を読みながら、右手で、松茸を握って、上下に振る運動をするっていうのに使うための部屋じゃなかったっけ？こっち。あれ？なんか鳥は、ああ！こいつだ！何言ってんだ俺は。そんな運動ないよ。でげん！シャキ。はい、オッケー。フギネコゾウ。金の性病ゾウ。オッケー。あがー！まあ、本当にホラー要素出すならね、あそこの奥の羊がなんか急に復活してこっちに向かって襲いかかってくるみたいな。そしたら多分全力で叫ぶわ、俺。ああ！秋口くらいにね、なんかね、うちが住んでるところなんかカメムシが大量発生するんですよ。しかも夜にやっぱ奴らなんか活発になるから、家帰ってきた時にさ、もうそこかしこに張り付いてやがんのよ。あの、家の前にね。天井とかそういうところらへんとかにさ、マジで発狂するよ、あのカメムシ。もう全力で苦手だもんな。まあ、虫がそもそも苦手っていうのは、こうやって、青虫。虫が苦手だっていう話をしたときに、こいつらはそういえば出てくるんだって思い出してた。今ちょっと今、絶望してる。落ちろー！登ってくんじゃねー、二度と。大丈夫？もう、上がってこない？じーっとこうやって上がってこない？そこに来た。オッケー。
大丈夫だね。いやー、ほんとにね、なんだろうね、こう、虫に対する嫌悪感。もちろんさ、人間に対してもさ、虫の方が嫌悪感あるかもしんないけどさ。ま、お互いあれだよね。ま、でもさ、結局奴らも、俺らがいないと生きていけないし、俺らも奴らがいないと生きていけないっていう部分あるもんね。うん。虫のおかげで、フード、シルクができたりとかさ。ねえ、シロアリは逆だけどさ。まあ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 、お互いが生き延びるたびにね、必要とする部分もあれば、逆にね、始末していかなきゃいけない部分とかもあったりするからね。うん。さあ、じゃあ、雄三の話は置いといて。でも、この時点でなんかどっかをちょっと、ああ、こっからも狙いんだね。へぇ。でも。なんだよ。害虫駆除なんて聞いてないぞ。へぇ。あれ？こんなセリフってあったっけ？初めっから。あれ？今のセリフなんて初めからあったっけか？まあいいや。で、よいしょ。オッケー。ちょっとでも楽したいからね。こっちいないか。あ、いるね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 。あいつなんで期待してる必要があるんだ？いっぱい生えてきたー。やめて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 、本当にやめて、本当にやめて。近づかれて、キラ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 、大キラ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 、生えてきた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 。こいつらもうどっから湧いて、おお、降って湧いてくるー。親方、下からムシムシが。まだいっぱい生えてる、まだいっぱいブンブン言ってる。ブン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 。冬眠のお時間です。動いちゃダメです、動いちゃめえよ。じゃんけんぽん、動いちゃダメよ。じゃん、うん、あー、来た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 。一旦ブーンって音が聞こえ、なくなった。ただずっとなんかどっかでニュク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 って言ってる。あ、ちら、あ、大丈夫かな。よし、こっち行こう。あー、もうやだよ。こっちの方から来ないでよ、俺。よいしょ、OK。とりあえず。向こうから来てる！走らせねえ！あれ、なんか、もう一匹来てた。もう一匹来てたはずなのに。どこ行きやがった？後ろから回り込んできたよな。鬼ごっこなら負けないぞ。あ、痛い！負けてる！めっちゃ負けてる！いい加減にしてくれ。いい加減にしてぴょん。あ、よいしょ。こうやってる間に後ろ、あ、どっか逃げていきやがる。おら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 、逃がすかってんだよ。おら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 。かくれんぼの始まりか？うん？だるまさんが。だるまさん！この野郎、お前こっちが、まあお前、鬼が見てるときは動いちゃダメなんだぜ。動いた罰だ。イカゲームと一緒だよ。動いたやつは殺されんだぞ。よし。でいいや。で、こっちからこう来て、ほら、来た来た来た、正面正面パンチ、正面パンチ、パンチ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 、おりー。だから言ってんじゃん、動いちゃダメだって、降ってくんのもダメだって、親方そりゃからブシブシ。うわー、下から入ってくんのもダメですね、上からも下からもダメですね、上も下もダメだったら、右から左からだ、頭使ってるやないかい。ドワンちゃん、そのとこにいたのかー。開きます。虫を拾います。装飾中、もう皮肉でしかないよねー。会いたい、パンツ。パンツパンチです。いやー、いいストレートパンチしてますね。パンチングマシーンで999点が出るじゃないですか。フラ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 してんじゃねえよ、フラミンゴードキホーテーで、登っていきましょう。チラッチラッチラ。あー、もうしっかりと痛いよねー。意外と回復アイテムがねえ。あ、ねえな。登ります。あ、ちょっと待って、シンプルにもうアーマーが破れてる。これは、あそこに行く前に、なんとかしてやらねえと。だあ、お前たち、今のうちに攻撃するの、私には関係のないことだ。ふわははははははは。逃げる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 。お前、この野郎、背中の恥は剣士の恥だ。何やってんの？背中のキッズ！ちょっと待って。キッズ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 。あ、近い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 。あ、ゆちこの野郎。あ、ゆち。身も心も。
ぶち破ってやろう、ヒーロー。貴様のただの金なのだ。降ります。なんか視線がやらしい、甘いな。そんな距離感で私に勝てると思ってるよね。そうだよね。だから向かってくるんだもんね。こいつら何の命令を持ってあれなのかな。スズメバチなのかな。巣を襲うやつはもう遠慮なく攻撃していいよっていうか。ね、スズメバチってほらなんか巣に近づく悪徳弁護士をさ、なんかボコボコにしばくみたいなのがあるじゃん。これ違うよね。大丈夫だよ。めっちゃ隠れてるよ。あっちにもいるわ。最初やった時ほんとこの機体がマジでうざかったよね。ずっと隠れてやがるってね。やあとなんかずっと音楽がパン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 言ってる。パンパンパーンのファンタガラピコブー。回復アイテムがね、あのね、攻撃の猛攻に対して少ないっていうね、バランス悪いよ。スプレーだと終わってる。スプレーの時こんなにパソコンのね、あの調子が悪くなかったから、ね、今もね、あのね、触ってるキーボードのところがね、昭和っちい感が、もう、やけどするんじゃないか。指先チロリン、チンチロリン、チンチロリン。で、この中で暴れてるやつがいるよね、確かに。あ、いたいたいた。暴れてるやつがいるんだけど、暴れてるやつがいるんだけど、黙って。いい加減にしてくれ。え？おお、なんで正面？後ろから来たんじゃないの？じゃあどっころめパンチしてたの？キリがない。本当にキリがない。キリガーミネ。ああ、キリガーミネ。もうダメです。樽の上で死んだだけありがたいと思う。本望だろう？どんな本？よし、オッケー。で、くるっと折り返って。いや、長くなってきたな。楽しいぜ。楽しくなってきたぜ。さあ、じゃあ、ちょっと一旦、私の熱もこもってきたところで、降りるぜ。え、ちょっと待って、ここの、ああ、全部取れてるね。よし、じゃあ、一旦ちょっとアーマーしちゃったことなんで、甘々だけど、一旦セーブして、ほんちゃ、あ、そうだ。あそこのさ、なんだっけ。ブラックバスって復活してんのかな。それが気になる。見に行ってみよう。それを見に行って大丈夫そうだったら、もうそこで、チェンジして帰ってきましょう。待って。めっちゃ浮いてへん、マグナム。腰に添えてるマグナム。もう、どうなってんの。あれかな。じきじきの身で、覚醒したやつをもらってるっていう感じなのかな。いるわー。めっちゃいるわ。よし。あ、気づかれた？気づいたけど、こっちにはこれな、あ、いやー、ちょっと待って。ベスカーさんがそれを外すのは良くないよ。さあ、おいで、タヌキ、オッケイー。一人だけかな？音は大してあれだね。さあ、いる？あ、なんかいるっぽいぞ。あ、めっちゃいるわん。回復。白身魚かな。淡白な肉で、肉質で美味しいと呼ばれているやつ。あ、いた。ブラックバス、ダイ。ダイ、ダイ、ブラックバス、ダイ。イズマスダイ。あ、なんかめっちゃ育ってるやん。あれ？ 3 匹？ あれ？なんか1匹拾わせるけど。あ、あったあった。拾い忘れてたわ。よし、じゃあ、小食だから、ブラックバサ1匹だけ食べておく。待って、おかしくない。下半身しか使ってへんのになんか上半身までテッカテカなってんねんけど。あれ？全部使ったのかな？一瞬瞬きをした瞬間に、全身、あ、水遊びしてたのかな？ちなみに、ここで、なんか、チラッと見て、復活してる、あれはなさそうだね。よし。じゃあ、行きましょうかって思ったけど、チラッと覗いてみて、いない？こっちもいな、さけかな。よし、じゃあ行こうか。あー、
さあ、じゃあごめんね。やっぱね、なんかチャプターを2つに分けることになってしまうんですが、まあ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 、あの連戦を楽しむね、あの次回パートにお楽しみいただけたらというふうに思います。どうり。もう誇らしげどころかもう怒ってます。あ、じゃあ OK、 せっかくあのこれ溜まったし使っていこうか。キュイーン、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 キュイーから物を売っちゃうパーツでこっちの方にティロティロこっちの方でティロティロお宝ガラクタ何でもござれか。その価値を決めるのは俺たちだけどね。まあ価値を誇ってるもんね。まあここら辺の村人とか弱用途とかここら辺全部いらないからな。もうあのちょっとでもスペース空けるために君たちは全部いつも食うならいいね。でレゴンのこれもいらない。ヒヒヒヒとかもなんかダブってるやつ別にいらなくないっていうの。あ、でも同じの2つつけたらその効果が2倍になるとかそういうのあるのかな。いつも食うならいい。また食うよ。いや、よりも超運で言うね。で、まあ、こいつはとりあえず、いっちゃえ。で、そうだ、ライフルの弾を増やしておきたいから、ライフルだ。もう一丁、ライフルだ。あ、クラッパー。Thank you so much. じゃあこいつをパチャパチャってやったら一旦このパート終了にしようかね。一括。ああ。あれ ?10 枚。あ、そっか。30回。あ、違う。スピンで30回だもんな。お、すげえ。銀で出てきた。素材 40% オフ。あ、売った時のってことかな。あ、違う。買った時の。わかんない。なんか、じゃあ、ついに。ショットガン出てきそうな予感がする。前言撤回。くそっ 10% なんか返してきて。こっちに 50% がいるんだぞ。パーコーン、ディン、10番。売った矢先に出てきた。俺のこと違うな。売ったやつ入れたな、また武器商人、この野郎。まあ、売ったやつ入れてきたやろ。完全にやられたわ。ガッツンめ。まあそういうこともあるよね。うん。やっぱりあの、リノベーションとかさ、リセールとかって大事だからね。あ、でも買ったのこっちなのにな。買って売ってまた売る?そんなことあるかな。まあ、あるんだろうな。うん。きっとこの世界ではな。いやー、やらしおすな。まあ別に売るのもめんどくさいからもうやんないけどさ。長えな。あれまさかこれ止まった?あ、なんかね。よー、元気かい?よし。じゃあ、一旦ね、この辺りで終了とさせていただきます。そういうわけでね、動画いつもご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン押して、また明日もお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイなら。